2019国際サッカー連盟 u 2 0ハイゴールデンボールを受賞したイガンインヘの期待が海外でも高まっている。英国のゴールドットコムは20日、イガンインについて u 2 0ハイは非常に多くの驚きを与えたが、最も驚いたのは韓国がウクライナと決勝戦を行ったことだ。そしてその成功の中心にイガンインがいた都市、 18歳という年齢で、異外因はゴールデンボールを受賞したと伝えた。ゴールドットコムは、異外因は謙遜しているが、才能が素晴らしい。世界的なスーパースターになるために必要な長所をすべて備えていると称賛。また、 2022年語るワールドカップで韓国のスーパースターイコールソンフンミンとイガンインが一緒にプレーする可能性もあると期待を示した。同メディアは、イガンインがバレンシア出身で、世界的な MF となったスペインのダビド・シルバと似たような道を歩んでいると付け加えた。